ニートは、糸山明子の短編小説、及び、それを、表題作とする書籍。ニート、ベルエポック2、2プラス1、ヘタレー愛なんていらねえの語編からなる。かつてニートだった、女流作家、私が、会社を辞め、引きこもりを続ける男、君のことを思い出し、彼のブログを見たことがきっかけで、自分が成り上がった証として、彼に金を貸すことを決意する。 健康でありながら突如、心筋拘束で死んだ男を弔うために、語り手は埼玉に行く。彼の婚約者、道下と引っ越しの準備をする。友人は、三重の実家に戻るというが、ニートの続編。経済援助をしていた、君が、たったの一年で行き詰まったため、私は彼を居候させる。そして、私の絶好中のルームメイトとの、三人の奇妙な、 共同生活が始まる。おばに育てられた優柔不断な男が、ホテルに就職後、ジョイと恋に落ちて、遠距離恋愛をすることになる。ある大学教員の女と、かつて普通した、優秀な農業経済学とであった、刑務所帰りの男との、盗作した、性関係。スチャドラパーを聞きながら、セリーヌを読んだらどうなるか、という試みで書かれた作品、と著者は、 読書道で語る。最後に、楽器屋で、男が、ピアノで弾く、ブギーバックは、小沢健二とスチャダラパーの、今夜は、ブギーバックなのか、ロイヤーズの曲のことを指すのかは不明。アイフィール短編小説。ありがとうございます。